皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。私は料理が好きなんですが、皆様はお料理しますか今日は、野菜について少しお話ししましょう。 ナスカの唐辛子の栽培品種であり、カラーピーマンの一種ですね。日本で流通しているパプリカは、赤色、黄色、大々色が多いですね。唐辛子の辛味成分である、核細芯が劣勢伝となっており、ピーマンやシシトを同様に辛味がない品種です。このパプリカですが、色によって含まれる栄養価に違いがあるんです。黄色のパプリカには、ビタミン C、ルティンが含まれ、 橙だい色のパプリカには、ゼアキサンチン、赤色のパプリカにはカプサンチンが含まれています。いろんな色があるパプリカですが、実は同じ野菜で、収穫時期で、色と栄養価が変わっているんです。最初は、緑色、そこから黄色、橙だい色、赤色と変化していきます。そして、栽培期間が長くなる赤色が値段も高くなります。同じ野菜ですが、収穫時期で、栄養価、 値段が変わるんですね。そういえば、枝豆もそうですね。枝豆は、未熟な状態で収穫したものですよね。その豆が成熟すると大豆となり、それが発芽するともやしとなりますね。続いては、ニンニク。特徴は独特の匂いですね。皆様、無臭ニンニクというのを聞いたことありますかニンニクの味わいがありながら、匂いがないというニンニクですね。 大きさは、ニンニクの約8倍と大きく、ジャンボニンニクとも呼ばれています。しかし、ニンニクの匂いの成分であるアリシンの含有量が、ニンニクの約60分の1しかないんです。アリシンの含有量が非常に少ないため、ニンニクの独特の匂いもないのですが、アリシンの効能である滋養競争という効能も少なくなってしまうのですね。スタミナ料理には、やはり普通のニンニクですね。そして、この無臭ニンニク。 今日、お伝えしたかったのは、実はニンニクではないということです。キガンマナカネギ属に属する植物というところまでは、ニンニクと同じなのですが、ニンニクとは別の種となります。また、無臭ニンニクは、サポニンが多く含まれていますので、肝機能正常化や動脈効果予防には期待できます。最後にお話しするのは、私の動画で、何回かテーマにしている食品表示に関するお話です。 消費者の品質に対する意識の向上から、食品表示は、内容に関するものから産地まで詳しく表示されるようになりましたね。さて、その産地についてですが、簡単に言えば、どこで作ったか、どこで取れたかということなんですが、皆様、マグロの産地について、どう思われているでしょうか養殖であれば、産地は明確ですが、マグロのように回遊している場合は、マグロは、 日本の船が取ったマグロは国産となり、外国の船が取れば外国産となります。つまり、同じ海域を泳いでいたマグロでも、取った船によって、国産、中国産などとなるわけですね。そして、日本の船が取った国産と言われるマグロは、漁獲した水域名が表示されます。水域名の確定が困難な場合は、水揚げされた漁港が原産地とされます。 皆様、いかがでしたでしょうかパプリカは、いろんな色があるが、色の違いは収穫時期によるもので、色の違いにより栄養価が異なる。無臭ニンニクはニンニクではない。マグロは、日本の船が取れば、国産、外国の船が取れば外国産。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。また次回配信もぜひお越しくださいませ。